出雲は海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦。出雲型護衛艦の一番艦。艦名は両政国の出雲国に由来し、旧海軍の出雲型装甲寿命艦、出雲に続き、日本の艦艇としては二代目、海上自衛隊の護衛艦としては初代である。 全長248.0メートル、満載排水量26000トンは、太平洋戦争中の中型航空母艦である、総流を上回り、2019年時点、2番艦の、加賀とともに、海上自衛隊史上最大の自衛艦である。建造費用は1139億円。海外メディアでは、ヘリ空母と故障、分類されることが多い。 収益直後の出雲、出雲と横浜港、平成31年度インド太平洋方面、派遣訓練部隊の出雲、村雨、明けぼの出雲は、平成22年度装備調達計画に基づく、平成22年度計画19,500トン型、ヘリコプター搭載護衛艦として、ジャパンマリンユナイテッド、 横浜事業所移送工場で2012年1月27日に寄港され、2013年8月6日に命名、浸水、2014年9月22日に、行使開始。2015年3月25日に収益し、第3護衛隊軍に編成前となった、ヒューガに代わり、第1護衛隊軍第1護衛隊に編入された。定傾向は横須賀。 2016年4月に発生した熊本地震により、収益後発となる災害派遣任務に当たった。任務は、被災地支援に当たる陸上自衛隊を輸送するため4月19日に北海道を樽港に入港し、陸上自衛隊北部方面隊第1校舎特化団を主力とした、隊員約160人と車両40両を積載し、同日出港した。 同年5月26日から5月27日に開催される伊勢島サミットの警戒監視のため、護衛艦、イカズチタ6隻と共に、近所を島頭に入港した。2017年5月1日、横須賀を出港し、安全保障関連法に基づき、自衛隊の艦船が平時に米軍艦船を守る、米艦防護を初めて実施した。防半島周辺で、 米海軍太平洋艦隊所属のルイスクラーク級貨物弾薬補給艦、リチャード・イーバードと合流し、周辺の警戒、監視に当たりながら、高校3日午前には、四国沖の太平洋上で護衛艦、サザナミが合同し、防護に加わった。米艦防護は3日午後4時ごろ、鹿児島県の奄美大島沖で終了した。その後、サザナミ及び、 アメリカのミサイル駆逐艦2隻と共に、南シナ海で5月7日から10日にかけて、人形、通信などの日米共同訓練を実施。2隻は5月15日に、シンガポール共和国及び、同国周辺海空域で実施される、シンガポール海軍主催国際艦艦式及び、多国間洋上訓練に参加し、同月20日には、医療活動などを通じて各国が交流を深める。 米軍主導のパシフィックパートナーシップの一環として、ベトナムカムラン湾に寄港した。6月4日には、フィリピンのスービックにも寄港し、ロドリゴ・ドゥテルテ大統領の視察を受けた。7月10日から17日までインドを呼び、インド東方海域で実施される日目印、共同訓練に参加する。一連の派遣活動を終えた、イズモは8月9日に横須賀基地に寄港した。 同年8月31日、横須賀基地、いつみ岸壁において、イギリスのテリーザメイ首相の視察を受けた。防衛大臣、海上幕僚長らも同席した。同年9月25日午前10時半ごろ、横須賀基地に停泊中の艦内で、海事隊員ら11人が一酸化炭素中毒になり、病院に搬送された。いずれも軽傷。艦内では、 民間業者が糞量を貯めるタンク内の清掃中だった。同年12月19日、両艦、村雨、イカズチ、畑風及び P-1 とともに、カナダ海軍ビクトリア級潜水艦、シクティミとの共同訓練を本州南方海域で実施。2018年9月8日午前7時20分頃、横須賀基地に停泊中、油圧作動油が海上に流出した。 海上保安庁横須賀海上保安部によると、海事はオイルフェンスで拡散を防いでおり、吸着マットで大部分を回収した。航空機用昇降機を使っていたといい、海事は海保に油圧系の故障と思われると通報していた。同年10月11日より開催されたチェジュ国際観艦,艦式に前年10月に韓国から招待を受け、本館が参加する予定だった。 しかし、自衛艦機である朝日端に対する韓国世論の近年の批判により、韓国海軍から自衛艦機の掲揚自粛の要請を受けた。防衛大臣はじめ統合幕僚長、海上幕僚長がこの要請を批判し、到底受け入れられないコメントを表明。後に、韓国側に今回の艦観艦式への参加を中止することを通達した。 同年10月8日から10月10日にかけて、アメリカ海軍と共同訓練を実施した。アメリカ海軍からは、空母、ロナルド・レーガンをはじめミサイル巡洋艦、アンティータム、チャンセラーズ・ビル、ミサイル駆逐艦、ベンフォールドが参加した。同年12月22日、本州南方海空域において、米海軍及び英海軍との共同訓練を実施した。海事からは、 本艦のほか、P-1 が参加、米海軍からは P-8 へ及び、艦艇、英海軍からは、フリゲート、アーガイルが参加した。2019年4月に予定されていた本艦の韓国不在への入港を見送った。韓国周辺海域において、各国艦艇による共同訓練を行う予定だったが、韓国海軍による海時機へのレーダー照射事件に加え、 韓国側が主張する海時期による威嚇飛行を問題視するなど、日韓関係が悪化している中、韓国に派遣できる状況にないと判断した。釜山には入港せず、周辺海域での共同訓練だけに参加することも検討している。同年4月30日から7月10日にかけて、護衛艦、村雨と共に、平成31年度インド太平洋、方面派遣訓練に参加。 派遣中に、ブルネーダルサラーム国、マレーシア、フィリピン共和国、シンガポール共和国、ベトナム社会主義共和国を訪問し、シンガポールのチャンギ港周辺で実施されるアドムム、プラス海洋安全保障実動訓練及び同国で行われる国際海洋防衛装備展示会アジア2019に参加する。進出途上の五月三日から九日にかけて、九州西方から、 南シナ海に至る海空域において、米海軍、インド海軍及びフィリピン海軍と共同巡航訓練を実施した。参加部隊は、米海軍ミサイル駆逐艦、ウィリアム・ P ・ローレンス、インド海軍ミサイル駆逐艦、コルカタ及び補給艦、シャクティ、フィリピン海軍フリゲート、アンドレス・ボニファシオ。5月19日から22日には、 スマトラ島西方海空域のインド洋において、フランス海軍、オーストラリア海軍及び、米海軍と、日仏合米共同訓練を実施する。参加艦艇は、フランス海軍原子力空母、シャルルドゴール、ミサイル駆逐艦、ホルバン、フリゲート、プロバンス、ラトゥーシュトレビル、補給艦、マルヌ、オーストラリア海軍、フリゲート、ツーウムバ、潜水艦、 米海軍ミサイル駆逐艦、ウィリアム・ P ・ローレンス。6月26日には、ブルネー沖で、日本の海上保安庁巡視船、津軽とヘリ発着艦など、共同訓練を実施した。これに前後して、5月23から24日に、アンダマン海において、インド海軍と、同29日に、マレー半島南西岸で、マレーシア海軍と、 南シナ海では6月10から12日及び19から20日にアメリカ海軍と13から15日にカナダ海軍と同17日にベトナム海軍と同26日にブルネイ海軍と同28日にはスールー海でフィリピン海軍と共同訓練を重ねるとともに各国に寄港した。また、この航海では陸上自衛隊水陸機動団隊員が乗り組んで 長期養生活動の訓練を行った。長期訓練の合間、シンガポールで5月14日から16日にかけて開催された国際海洋防衛装備展示会に参加した。その際に実施した一般公開で、見学者が艦内部の昇降機内に2時間ほど閉じ込められるトラブルが発生した。命名前は平成22年度予算で建造される護衛艦であることから、 年度にヘリコプター護衛艦を意味する記号の DDH を付け 22DDH と呼ばれていた。命名、浸水式で艦名が公表されることになっていたが、式についての案内を記載した海上幕僚幹部の2013年7月16日のプレスリリースにおいて黒塗りしていた本艦の艦名がパソコン上の操作によって見られる状態になっていた。 海爆はミスに気づいて当該文書ファイルをすぐに差し替えた。本艦の艦名においては、旧海軍の戦艦に使用されていた長戸の名前を継ぐ、長戸を押す声もあったが、日本国内外で波紋を呼ぶ可能性があることから見送られた。なお、旧海軍の艦船では、総甲巡洋艦、出雲があり、出雲の艦内には、総甲巡洋艦、出雲との比較図が飾られている。 一部の中国メディアは、総合巡洋艦、出雲が日中戦争時に第三艦隊の機関として上海に派遣された経歴のある艦であったことを理由にこの命名を批判的に報じた。出雲ロゴマーク艦内神社は艦名にちなんで出雲大社が誕生され、再戦銭箱も置かれている。命名後に出雲のロゴマークが公募され、ヤマタのオロチと、 天村雲母をモチーフにしたものが選出された。海上自衛隊としては、初となる衛生士が配属された。初配置された衛生士は女性であり、準看護師と臨床検査技師の資格を持ち、部下として看護師、診療放射線技師、救急救命士の資格を持つ衛生員が上官した。いずも2回マイナス 35B を搭載できるよう、 2020年度防衛予算に乾板などの回収費31億円が初めて計上された。また、出雲に搭載予定の F35 バイトを42機アメリカから購入することを決めた。出雲は2020年度 F35 バイトの発着艦を可能にするため、乾板の耐熱強化や電源設備の設置などの回収が行われている。 F35 バイトを安全に運用するための監視形状を四角形に変更する改修工事や管内区画の整備などは2024年度末から始まる2度目の改修で実施される予定になっている。カタパルトやスキージャンプ台と呼ばれる傾斜滑走路の設置の予定はない。ありがとうございます。